はい今回は少しずつ明らかになっていく自民党の闇こちらを考えていきます萩生田の弟分でですね池田義孝っていう人物がおりこの人物のですねやばいパーケ営業っていうまことがニュースになっておりましたのでこちらを考えていきます今回もよろしくお願いいたします少し前からですねこの自民党がですね政治資金のこのねパーティー権を使って 裏金を作っていたっていうことが徐々に徐々に明らかになっておりましてそれがですねこう何て言うのかなさらに分かったっていうまあそのニュースがあったんですよ。でこのニュースを考えていきますで これって多分どういうことかっていうと、こういうことなんですね、自民党の背後に安倍晋三がまあまあいるとまあ、いるというか、いたと、ででそこに関係している東丸がですねこのおそらく何かしらの形で関係しているその疑惑っていうか疑いっていうかがある、まあ、そういったニュースなんですね。で まず何かというと、ですね、この、まあ、リスナー様ご存知でいらっしゃるかもしれませんが、この池田義孝っという人物ね、僕は全く知らず、今回初めて知ったんですけれども、まあ、この人物、萩生田光一とこれ、どういう関係があるのかっていう、まあ、そういったことなんですけれども、まずですね、こういったことが分かってるんですね。 自民党ご派閥の,このパーティー券がです、ねえー、まあ約4000万円、えー、これをまあ報告、記載しせずに、これが裏金に回っていたということで、でこのノルマがあったこのパーティー券をですね、どん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 ,どんまあさばいて、それをあの自分のまあキックバックというか形で金にまあしていたという、まあ、そういったことなんですが。 ここにですねいたのが、この今回の,この池田義孝っていう文部科学省の副大臣元かなということで、萩生田光一の弟みたいなもんということなんですね、うんで。これ気になって調べてみたんですよ。この池田義,義孝っていうのはよくわからないので、何者かと思ってで。萩生田光一って言ったら遠丸じゃないですか。安倍晋三も遠丸とズブズブ。当然、萩生田光一も遠丸とズブズブ。そううなっっててくるとこのの池田義孝っていうのも 東丸ととズズブズブでであるる考えられるんですね、えー、どういった関係なのかなと思いましたら調べてみたら東丸の兄弟のような関係ということで、えー、ズブズブでしたね。萩生田光一があまあ元文部科学省の大臣でこの池田義孝っていうのが、えー、文,部文部科学省の元副大臣ということで、えー、東丸とズブズブであったと。だから安倍晋三と萩生田光一とこの池田義孝っていうのが東丸と、えー、ズブズブで、えー、この。 政治資金金の裏金作りをしていたっていうっまにというかお伝えさせていただくんですが僕は安倍晋三って大嫌いなんでね全く支持するところがどこにもないし1ミリもないと思うんですがよくですね安倍晋三は長期政権でどうのこうのとか安倍晋三は支持されてるじゃないかと言いますけど大きく間違ってますからねすごく単純な話なんですよ。なぜ安倍晋三は支持されるのでしょうか なぜ安倍晋三は当選するのでしょうか国民が支持しているからではありません国民が支持していないということはポイントなんですよ トーマルのですね、組織票を差配して、安倍が選挙に通っていたということ分かってるわけですよ。あのニュースとかにもなってますからね。うん、だからその自民党、あるいは安倍の背後にはトーマル、総主国、米がいて、選挙をですね、この組織票っていうものを動かしていたことが分かってるんで、別に長期政権っていうのもおかしいわけですよ。だって国民が支持してないわけだから、それで長期政権になってるんで、だからこの日本が、ね、変な形で腐敗しているわけですよ。それに関係してたのが安倍晋三であり、その影響を受けていたのが萩生田光一だり、 池田義というのもそれで、あると思いますで、まあ、今回の話っていうのは、いろいろ問題になってるんですが、まあ、政治資金規正法違反っていうものですよね、あとこの自民党のパーティー券の、まあ,あね、こと、不記載で,であったということで、だからこのままいけば自民党の議員の逮捕とか、あるいはもう自民党政権、えー、交代、政権解体っていう流れに行くんで、僕たち国民としてはですね、そうなってもらいたいところなわけですよ。この売国政党が、ねえー、日本で幅を利かせる限り 僕たちの生活が悪くなる一方です自民党自公政権ね。ということでえこのニュースになっているんですが、まあ、このニュースがですねまた読むと、えー、こうその実態というか真相を、まあね、知るにつれて国民がですね反感を持つような、まあ、内容なんですがどういうことかっていうとですねこの萩生田光一の弟分である池田義孝っていうのは自民党政和会派閥の中でですね パーケン営業部長っていう名前がついていたと、まあ、裏金作りしてたんだろうなっていう話なわけですよ。で、国会でこの自民党の4000万円のね、政治資金収支報告書に記載がなかった裏金っていうことを、 たびたび話題となっているんですが、その中でも、えー、1900万円かな、清和会、えー、安倍晋三の清和会が最も大きかったということで、東京地検特捜部は清和会に、えー、もう絞って、えー、調べているっていうようなこと、でえー、派閥関係者も、ねえー、話を聞いてる、聴衆に合ってるっていうことが、えー、言われているわけですよ。で、えー、焦点はこの、どうやって裏金を作っていたのか、実際そうなのかということを、東京地検特捜部の方が今、調べている最中っていう、まあ、そういったことなんですね。で、 あのまあ、どういう手口を取っていたのかというとこのパ,ーパーティー券パー券をです、ね、販売して、えー、ノルマを超えた分は国会議員の、まあ、お小遣いになっているということですよね。うん、だから ノルマを超えた分が議員のお小遣い、まあ、キックバックって言いますがでそれを全く収支報告書に記載していなかったっていうまあことですよね。で特に、えー、安倍晋三の清和会っていうのはあ、まあ、いろんなことをしていたっていうことなんですが、えー、ノルマが当選回数とかによって異なってるっていうことらしいんですよ。で、えー、最高幹部は750万あ閣僚関係者が500万あ平はあ50から100万とかっていうことなんですが。えー パー券を売れれば売れるほどパーティー券を売れれば売れるほどノルマを超えてそうするとこの議員に入るキックバックがあるでそういった、まあ、あものが自民党内で行われていた組織的にねえ分かっていたと、まあ、そういったことがニュースになってるんです。だから あの口にはしてないですけど、岸田も当然知っていたでしょうし、で安倍もそういうのを知っていたあ、5年前からですから、まだその時安倍がいましたからね、生きていましたからえ、そういうことをしてやっていたと、組織ぐるみで自民党はこういうことをやっていたんではないかと、だからこれっていうのが大きな問題になってるわけですよ。 でこのニュースでですね、この、なんていうのかな、気になるところなんですが、この池田義孝っていうのは、ノルマが60万円だったんですけど、超過した900万円、どこ行ったのかってね、これ900万円、まるまるバックしたんじゃないか、バックっていうか、だから自分のね、懐、ポケットに入ったんじゃないかっていう、そういったことをこのニュースで指摘されてるわけですよ。で、それがこの池田義孝っていう、文部科学副大臣元かな、っていうようなことなんですね。うん でこの池田義孝はその自民党の中でパーキン営業部長とかっていうふうにいわれていて。 えなんかこのニュースにありますが、自分の個人のパーティーより派閥のパーティー券を売ることを優先するようにというようなことを言っていたと、萩生田のまあ兄弟のような射程のようなことだったとっいうことが書かれています。僕はこの池田義孝っというのを全く知らないで初めて聞いたので、何者かと思いましたけど、遠丸関係者、遠丸とズブズブの人間だったと、そういったことが分かる、そういった話なわけですね。で あの清和会の中で,です、ねえーまあ、このパーティー券は、まあ、大企業かなあ大企業が買っていたということなんですがなんとその3割以上があ、ねえー、この池田義隆の 個人のパーティー券も購入していたということなんですよ。だから、あ、多分何か裏に繋がりがあったんでしょうね。で、この池田義孝っていうのが、えー、まあ、様々ままな1000万以上の派閥のパーティー券を売っていてそういうことをしていたということでで、この池田義孝のノルマは？ 60万円だったということなんですが、えー、ノルマを超えて900万円があ,あるんじゃないですかこれがあの、ね、この池田義孝に、えーまあ、キックバックポッケに入ってたんじゃないかということを指摘されてるわけです,すごい大金じゃないですか。 うん、で東京地検特捜部はあここに注目しているという、まあ、ことですよね、うん。で、この数百万円、900万円という多額の,、えーこのまあ、キックバックと称してポケットに入れていた、まあ、裏金ということがあ明らかになったこれ大問題ですから議員をしている場合ではないですし、えー、もう議員辞職、あるいは逮捕とかそういったところにもなると思うんですよ。 でこの池田義孝っていうのは何者かっていうとお、まあ、日本青年会議所っていうねこの東丸とつながってるところ、えーまあ、そことそこで何か役割か役目か何かをしていたらしいんですよだからその日本青年会議所でつて、えーまあ、があって人脈があって、えー、企業経営者の知り合いがあるからパーティー券も裁けたとでこの1000万円のパーティー券を裁けるって、えー、かなり、えー、もう無理なことだって言われてるんですよで えーまあ、な,なぜそうなったのかわからないし、まあす、すごいことだということで、えーまあ、書かれており、安倍晋三級の集金力ということなんですが、まあ、こういうことをやっていたと、うんで、このニュースの最後にありますが、えー、この、ねえー、池田義孝っていうのは、きちんとこのね、えー、900万円の行き先でしょうね、えー、そのポケットに入っていたと、まあ、言われていますが、ノルマが,90万ノルマが60万円で、そしてノルマを超えた900万円がどこに行ったのかをきちんと説明、えー、するべきだっていうんですが、まあ ああ自民党内で、えーね、不正な裏金に行ったのか、あるいはこの池田たかもそうですが、えー、ポケットに入っていたのか、何なのかというのは分かりませんが、それを東京地検特捜部の方が調べているわけですよ。で ほぼこういうことがあ話題になってるんで、もうほぼほぼ明らかになってると思うんですよ。なつまり今どういう動きになっているのかっていうと、このね自民党の中でこういった不正裏金作りを東京地検特捜部の人がですね明らかにしてひっくり返していくっていうことです。だからあ僕たち国民としてはですね、日本国民のためにならない政治をする人間がですねやり続けるというのは国民の不幸でしかないわけですよ。ただですねこの今すごく厳しい日本経済、日本国民の生活がもうどうにもなり ませんのでさっさともうね、えー、もう自民党の政権交代が必要そして国民目線でですね、えー、政治を考えてくれる山本太郎さんが政権中枢に入ること山本太郎さんが内閣総理大臣になっていただくこと僕は僕はですねこのことを毎日あの願っていますまと、あ、いうことで、えー、この今回はですね、えー、自民党の闇ということで ハギューナの弟分、射程っていうのかな、この池田義孝のやばいパー券営業、パーティー券を販売、営業していたニュースについて分かるところをお伝えさせていただきました。最後まで聞いていただきましてありがとうございまますす今回はここで終わります失礼いたします。